でしょうか。すいません、お時間をお取りしましてありがとうございます。ちょっとですね、全く反応大変、皆様ご存知でしたら、右下のズームなんかですと、手を振るようなボタンがあるんですけども、もしお分かりになりましたら、何かリスポンスの際には、声で答えていただいても結構なんですが、簡単にタイムを送っていただけると非常に助かります。聞こえますでしょうか。ありがとうございます。 NA さん、ありがとうございます。大変励みになります。すいません、ちょっと今日はですね、短縮版で、海外ビジネス基礎についてお伝えしたいと思います。皆様スクリーンを見ていただいているかと思うんですけれども、今日はまず簡単に自己紹介から始めさせていただきます。私、近藤隆正と申しまして、東京コンサルティンググループシンガポール支社の担当でございます。でうちがですね、個人と企業の成長にフォーカスするという会社で、中小企業から日本を元気にということで、そんな方針でやらせていただいてまして、で存在意義というとちょっと大きいんですけど、方針として、知識とかノウハウはコモディティ化していくものだということで、無料でもどんどん皆様に開放していこうということで、こんなセミナーを実施しております。で今後は、こんな、ノウハウとかいうものに関してはどんどんこう無料でインターネットでも見れるようになっていきますの でここから、人間関係ということがですね、ビジネスの根幹になってくるかなと思っておりまして、ぜひ皆様と今後ともいい関係が築いていければなと思っております。で、いろいろフィードバックをいただければ幸いなんですけども、ちょっと時間をたたたと追っていきますので、つどつどの質問に関してはお断りを今日はさせていただこうと思っておりまして、でもし差し支えなければですね、この上の私のメールアドレスとかですね、うちの弊社の事務局からお送りしておりますメールにフィードバックいただければなと思います。つどつど細かい質問に関しても対応できるところに関しては無料で対応させていただくこともありますので、よろしければぜひご連絡ください。で、それからもし少しでもちょうど知識としてためになったなと思われることがありましたら、人間関係がこのビジネスの根幹ということで、ぜひ拡散をお願いします。知識として皆様がアウトプットされても結構ですし、こんなことやってる会社があったよと言って広めていただければもう本当に大変感謝いたします。では、紹介はこのくらいにして、次に進みます。本日の内容といたしましては、税金の仕組みをですね、非常に基礎知識ではあるんですけども、簡単にお伝えしまして、その後属地主義という考え方をお伝えします。で、今日の本題である源泉徴収税というものがどんなものなのかというのをお伝えした後で、基礎税条約というのが関わってまいりますので、そちらをお伝えしてまいります。で最後におすすめの国際税務に関する対応に関してお伝えしまして、本日は終了となります。では早速始めさせていただきます。最初に税金というものの仕組みなんですけれども、この税金というものは、目的を持って、目的を持すいません、ちょっと場所を誤ってしまって大変失礼いたしました。もう一回、失礼いたします。最初に税金の仕組みからお伝えしておきます。税金というのは、もちろん政府がですね、いろいろな目的を持って、徴収するものなんですけれども、主な目的としては財源の確保とですね、所得の再分配とか、経済の安定化といったことを目指して行われることがほとんどです。所得の再分配というのがちょっと珍しい考え方かと思うんですが、これは富が集中しやすいところにおいて、お金を持っている人がさらにお金を儲けやすいという事情がございますので、そういったところを、お金を持っている人から富を取って、で、富がないためにお金がないためにまた儲けることもできずにいるとか、教育の機会を失われているっていうような人たちに今分配するような目的で税金を徴収していると、そんなようなものを取り替えいただけます。
で、その手段なんですけども、基本的には法人とかですね、個人の所得から、一部を納めるというような形で徴収することが多いと。一方ですね、富というか、まあ、持っている財産とかですね、土地の保有していること、またはそれを移譲すること、他の人に明け渡すことからも税金を徴収して、それを再分配の手段に充てるということが行われます。で、具体的にはそういったものは、固定資産税とか、そういったようなイメージで見ていただければいいんですが、で最後の富の財の使用、移動といったことも、まあ、所得税なんかが分かりやすいと思うんですけど、消費税か。消費税とかなんかが分かりやすいと思うんですけども、一般的に何か物を買ったり、使用したりすることに関して、財の使用というのが行われます。でこれが税金の仕組みですね。で左側の図を見ていただくと、まあ、典型的なこのマネーツリーということになっているんですが、基本的な考え方はですね、木というものがあって、でそれから実ができると。でそれを育てていくと実ができて、その儲けという部分が実に当たるんですけども、その実を一部政府として徴収して、それを分配するというようなのが税金の主な仕組みと理解いただけるかなと思います。で、この税金の仕組みが場所によってどういうふうに分岐してくるかというので、いろいろな何々主義というのがございます。今日一番最初にご紹介したいのは属地主義というものですね。で属地主義というのは、どの国が権利を持つかということです。日本という国と中国という国が例えばあったとして、でそれぞれの国がどこの場所のものについて権利があると訴えるか。例えばいきなり中国で会社を運営している中国の会社に対して日本が税金を払えというようなことを言う権利はないわけで、そういった国家管轄権というものをどの国が持っているかというような話で属地主義という考え方が取られます。で一方で、日本人であるならば、その国として日本人という所属であるならば、日本に税金を納めるべきだというような人に属する考え方もございます。これ属人主義と申しまして、この2つが一般的には対立するんですが、基本的には会社を運営していく上で属地主義は大きな問題となるとご理解いただけます。で所得税の基本は属地主義、これは所得税でありまして、あくまでも所得税、住民税とかちょっとまた変わった考え方になったりするんですが、所得税の基本は属地主義と。で所得が生じた場所で課税をするのが基本的な考え方となります。で具体例、ここからちょっと考えていただければなと思います。私がシンガポール担当なので、例としてシンガポールと日本の関係を挙げるんですけども、例えばシンガポールで働く日本人ですね、シンガポールで働く、私が例えばシンガポールに行って日本人なんだけどもシンガポールで働きます。この場合、日本人としてシンガポールで受け取る所得、これはどちらの国で課税されるでしょうか。ではまたちょっと簡単に合図で合図していただけると嬉しいです。こちらは、日本人が働いているから日本の税法が適用されると思う方いらっしゃいますか。なるほど。じゃあこれシンガポールで働いているんだからシンガポールの税制が適用されて、でシンガポールで徴収されると思う方いらっしゃいますか。なるほど、はい、皆さんいいですね、その通りです。こちらはシンガポールで課税となります。で個人の所得ですので、個人所得税がまあ最大 22% ということで、まあ人によっては 5% とか 10% の課税で終わる場合もあるわけなんですけど、累進課税でそんなような所得になります。日本でいうと最大 50% とかになってしまうので、まあ、かなり違うなという理解でいただけます。じゃあ2番、日本にあるシンガポール法人の支店の収益に関してはいかがでしょう。ちょっと定義がややこしいんですけど、シンガポールに会社がありまして、ただその支店がですね、日本にあると。この場合、法人はシンガポールの法人なんですけども、その体の一部が支店として日本にあるような場合ですね。でその支店が、まあ、売り上げを日本の中で立てる。この場合はいかがでしょうか。日本に働くのだから、日本の税法が適用されると思われる方、いらっしゃいますか。はい、NA さんですね。
ではありがとうございます。ではシンガポール法人で、法人が日本にあるわけじゃなくて支店があるだけなんだから、シンガポール法人だからシンガポールの税法が適用されると思われる方いらっしゃいますか？いらっしゃらないですね。その通りです。まず日本で課税されるというのは、属地主義ですから、日本で上げた収益というのは日本で課税と。その通りです。 29.何%っていう約 30% の税率が自己税率としては課税されるという状況、これが法人税ですね。ありがとうございます。ではここで源泉徴収税の話題に入ります。源泉徴収税というのはどんな時に課せられるかと申しますと、この例の3を見てください。シンガポールの会社、シンガポール法人 A の従業員が日本法人 B のために日本で働いて得た収益、こんな場合を考えてみましょう。もうちょっと噛み砕いて言いますと、シンガポールに法人 A があります、会社 A がありますね。でその従業員が出張か何かで日本でプーッと働きます。でその相手は日本の法人、日本の会社 B なんですね。でつまり日本の会社 B のためにシンガポールの会社 A の従業員が出張して日本の中で、役務を提供すると。でそれで日本の法人の B、 日本の会社の B がありがとうございましたと言って、シンガポールの会社の A の従業員にその労働のためにお金を払うという場合、これはどちらの税法が適用されるでしょうか？日本だと思われる方、ありがとうございます。ではシンガポールだと思われる方、ありがとうございます。わかりましたね。はい、実はこれはどこで発生した収益かというふうに考えると、あくまでもシンガポール A の会社の従業員が日本で出張して日本の会社 B のために働いたことになるので、この源泉というのは実は日本なんですね。属地主義的に言うと日本で、収益が生じていると。でじゃあですね、日本で課税されるということでそんな所得が出ているんですけども、ちょっと考えてみてください。収益を上げたのはシンガポール法人、シンガポールの会社ですよね。シンガポールの会社が日本で税金を納めることってできますか？実はほとんどの場合は登記がしていなくてですね、シンガポールの法人が日本で働いてしまうと税金を納めることが難しいです。逆に日本の政府もですね、シンガポールの会社、外国の会社から徴税をして、お金を払ってもらうというのが結構難しい。これが源泉徴収税のスタートです。じゃあどうするか。実は日本法人のお金をありがとうございましたと言って払う方の B がですね、立て替えて払うことになります。これが源泉で徴収される、つまりお金を本当は収益を上げたシンガポール法人からもらうんじゃなくて、お金を払う側、収益を上げた国で払う側で徴収するということで源泉徴収税と呼ばれています。この具体的な方法は銀行から控除するとか、別途申告するっていうようなことが発生するんですけども、基本的には日本の国内で完結するわけですよね。シンガポール法人とは別途、そこに日本の法人が支払うところから徴収するということなので、日本国内で完結、難しいことがなくなります。このための制度が源泉徴収税というものです。でどんなものがあるかと申しますと、一番皆さんが多分気になるのは配当だと思います。その次に非常に頻繁に出てくるのは利息です。からロイヤリティ、専門家報酬というふうに続くんですけども、ちょっと具体例で考えますと、配当っていうのは例えばシンガポールの会社が日本に子会社を持っているっていうような場合ですね。その後日本の子会社が上げた利益からシンガポールに配当が行われます。その外国に配当をする場合には、その税金というのを日本の国がシンガポールから取ることができません。だからやっぱりまた源泉で徴収しようということで配当。もう一個頻繁に出てくるのが利息なんですけども、これは例えばですね、ちょっと逆の例で考えますと、日本に親会社があって、でシンガポールに子会社があります。その場合親子ローンを組むことが非常に多いですね。どの国でも多いんですけども、そうすると
親子ローンを組む場合、これローンですから、あくまでも利息が必要になります。で、例えば年率 3% で組みましたと。100万円貸して 3%、なんで3万円、子会社の方が親会社に払うことになります。じゃあ、その利息っていうのは、どこで発生した利息なのか。この考え方が、世界標準でいうと、借りている国で発生したっていうことが、になるわけですね。つまり親会社日本からシンガポール法人にお金を貸す場合、その利息というのはシンガポールで発生しているので、3万円をシンガポールの子会社が日本の親会社に払い戻すとき、つまり利息ですよと言って払うときですね、この3万円というのは日本の会社親会社がシンガポールっていう外国で上げた利益だというふうに見なされるわけです。したがって徴収するのは今度は逆ですね。シンガポールの側が、おい、この3万円上がった収益っていうのは日本の会社がシンガポールに来て上げた収益と同じじゃないかと、だから払うべきは払ってくれというわけですね。そこで出てくるのが利息に対する源泉徴収税になってきます。同じようにロイヤリティとかですね、専門家報酬なんかも、最初の例なんかが専門家報酬になるわけですけども、別の国にトコトコトコっと行って、稼ぎを上げると、やっぱりその国の政府が黙っていなくて、あなたたちは外国の存在なんだけれども、うちで上げた利益に関してはちゃんと払うものは払ってくださいと言って、源泉を徴収してくるというのが、源泉徴収税の主な流れになっています。で、日本の政府もこのリンクにあるようなですね、形でまとめてはいるので、ご参考までに、添付しております。なんかスクリーンショットなんか撮っていただいて、後で検索していただいてもいいかなと思います。で、ここで問題になってくるのが税率です。皆さん、源泉徴収税の税率といってピンときますでしょうか。もうすでにお詳しい方はいらっしゃるかと思うんですけども、実はそもそも源泉徴収税の税率というのはバラバラです。全く決まってないです。決まってないというか、まあ、一つ一つバラバラに決められていて統一されていません。例えば、ロイヤリティとかなんかが分かりやすいかと思うんですが、日本のこの外務省のページを見るとですね、大体 20.42% だったと思いますの源泉徴収税を徴収するということになります。 20.42% というのは結構高いですね。シンガポールから言うとちょっと高い。なぜかというと、皆さんシンガポールの法人税何パーセントかご存知でしょうか。実は 17% なんですね。つまりシンガポールの法人からすると、そこで得られた利益、例えば100としますと、その100を日本で、上げた収益100が 20.42 引かれてしまうと。で、やっと残りの 79.58 かをもらうというような形になってしまって、受け取ったものがですね、17引かれた時よりも大幅に引かれてしまうということなんですね。で、それをそうするとこんなことを言うわけです。シンガポールの法人は、私は外で稼いだ100に関して日本でもう 20.42 引かれてしまったんだよ。シンガポールで17も追加で払ったら37を納めていることになるじゃないですかと。だから私はこの17っていうのをもう納めません。だって向こうでもう20を納めてるんだから、という会社が出てくるわけですね。つまり2回も税金を払わされてたまるものかと。こういった二重課税に関して非常に多くの会社が文句を言いました。その結果出てきたのが租税条約というものです。租税条約、タックストリーというトリーティーというものは、まあ、主に二重課税は防いで、どちらの国も徴税できるような仕組みとして考えていただくことができます。これは国対国で設けるという点、注意してください。例えば日本がタックストリーティーがありますって言った時、それは相手の特定の国と二カ国間条約があるっていうだけですので、例えばシンガポールと日本にタックストリーティー、租税条約があるからといって、それが例えば別の国、マレーシアとか中国とかと日本には適用されず、その内容もここ別にあるとすると内容が異なっています。で、国対国で設けられているということが注意が必要かなと思います。面白いのは、多くの場合税率がですね、軽減税率として 10% になるという点です。なぜか、ちょっと難しい話になるんですけども、下の先ほどの数字で見ていただくといいかなと思います。例えば日本で100の利益を上げた場合、支払わなきゃいけない、本来支払うべき源泉徴収税は 20.42%
ですね。で、そうすると私はもう 20.42 払っているからシンガポールでは17を納めなくていいでしょうという話になります。二重課税は基本的には廃止すべきです。そうするとシンガポールという国は自分の会社、自分の国の会社が利益を上げているにもかかわらず、まあ、1ドルも徴収できないということになるわけですね。で、日本は逆に 20.42% 丸々もらっていると。これはちょっと、もしこういう取引が増えるとなると不公平じゃないかと、シンガポールとして推進できなくなってしまうんじゃないかということで考えたのが、シンガポールの法人税よりも低い税率 10% です。これでお互いの国で同意するとどうなるかというと、100儲けたことからところから日本は本当は 20.42 なんだけれども10に落としてもらうと。今度 10% に落としますと、入ってくるのは90ですね。でただ元々が100ですので、シンガポールは元々は 17% をもらうことができたわけです。でただ日本で10引かれていますので、シンガポール側では残った17から10を引いた 7% だけの納税でいいですよということになります。そうすると全体でこの法人は 17% 法人税を納め、でシンガポールは7もらって日本という国は10もらうということで、まあ、3社ともに儲けるという形になるわけですね。このタックストリートがあるおかげで、まあ、シンガポールも儲かるんですけども、まあ、基本的には税率が軽減されるので、結果的にこの法人が儲ける数字というのも 79.58 から83に、まあ、少額ではあるんですけども増加するということが決まっています。この租税条約というのがある、シンガポールが一番頑張っている活動でして、世界中のほとんどの国と租税条約を結んで、貿易を活性化しているという状況になります。日本も頑張ってますね。はい、で最後におすすめの国際税務対応をお伝えしたいと思います。でなぜかというと、この租税条約の適用とかをですね、忘れてしまうことがないわけではないですよ、実は。でなぜかというと、この租税条約を適用するためには、それぞれの法人がそれぞれの国にあるということを証明する必要があります。どうやって証明するかといいますと、日本の場合税務署に掛け合って、例えば日本の皆さんの法人が日本にあった、この取引を行った日にですね、ちゃんと法人としてそこにあったということを税務署に証明してもらう必要があります。これを居住者証明書、サーティフィケットオブレジデンスと言いまして、サーティフィケット CR というふうに訳されます。でこれが、と書いてないですね。すみません。前のページだったかな。そうですね。役所に居住者証明を求めて、でそれを別の国の役所に提出する必要があるという点が、注意が必要です。これがないと、租税条約は適用されないので、高い税率を払うことになってしまうと。いうことになります。それは気をつけてで、そういった事務手続きも含めて、まず皆さん考えなければいけないのは、こういった国際取引をする場合にはどんな取引を自分はしているのかと、配当の受け取りなのか、または利息の受け取りなのかということをチェックして、それぞれの税率をチェックしていく必要があります。基本的には多くの国で租税条約が締結されているので、その租税条約の中で該当する取引について調べるということになってきます。で、それに際して税率というのがそれぞれ項目が異なっているというのは今お伝えした通りで、結局いくら取れるのかと、時々ゼロになる取引もあったり、実は20何%、22%取られるというのもあったり、いろいろ国と国との間で変わってくるので、調べてみるとメリットのある取引があるかもしれません。それから契約条件を吟味するといった点はお伝えしておきます。ちょっと今まで話に出てなかったんですけども、源泉徴収税をですね、必ずしも本来課されるべきその収益を上げた会社が払うとは実は限りません。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、例えばシンガポールにある会社がですね、日本で100利益を上げましたと。で当然日本の政府が 20.42% または租税条約適用だから 10% を取るわけなんですけども、じゃあこの源泉徴収税どちらが負担するのかっていうことは、実は契約次第でどっちにも決めることができます。もちろん本来的には100利益を上げたのはシンガポールの法人ですから、シンガポールの法人が 20% または 10% を払うのが正しいんですけれども、でもそうは言ってもシンガポールの法人からしたら100利益を上げたんだから100欲しいですよね。
その場合、力関係によるんですが、こんな契約書を結ぶことができます。結果的にシンガポールは100受け取れるようにする。だから、日本側でその結果的に100受け取れるような売上の金額を計算してもらって、その上積み分を源泉徴収税として納めてほしい。こんな契約ですね。これを契約書に盛り込んでおくと、シンガポール法人は100受け取ることができます。で、日本の法人は、だいたい 10% でいうと112、3% 112、3あって、その 13% 分がまあグロスアップ計算されて納めることになるっていう計算になります。ちょっとこの専門的な計算になってくるので、ここではちょっと割愛、簡単に話しさせていただきますけども、契約によっては、100、シンガポール側が、つまり収益を上げる側が受け取ることもできるという点は覚えておいてください。必ず逆の立場になったときはですね、自分がグロスアップでたくさん払うことにならないように注意する必要があります。最後に、法人税の申告の際にですね、こちらはすでに支払っている金額になりますので、控除を依頼することが必要になります。こちらは基本的には法人税の申告自体、専門家に依頼して、我々も行っておりますので、法人税申告の業務を依頼することになると思うんですけども、この際に、源泉徴収が行われたということをしておけば、その分は二重課税されずに済むので、こちらは確実に資料を用意していくようにしてください。で、必要書類は用意して、先ほどの COR も含めてですね、用意するようにしてください。もう一点、税務署というのが、実は過去にそのトランザクションがあった日に、この法人が日本とかシンガポールに存在したということは証明できるんですけども、未来に関して、そのトランザクションが行われるからその日に存在しているだろうという証明書は出せないことになっています。この点、書類をですね、COR を取得するのは、過去の日のみなんだということは覚えておくと、問い合わせをするときに話がスムーズになるかもしれません。はい。では、今日はこれにて、源泉徴収税についてお伝えいたしました。また、ちょっと不明だなと思われる点がございましたら、ぜひご質問いただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。